木県からやってきました。今日はシングジェロです。レゲーシングやってます。僕は西川知事、福井県西川知事から福井親善大使を6年前に任命されまして、ずっとブランド大使やってきましたが、今回再稼働するんであればこのブランド大使を僕は降りるという声明文を出したまま、まだ処理もされず、そして福井県民との意見交換会を2月から再度十何回にわたって僕は手紙を出してきているのが、それも全て無視して福井県の県民の意見を聞かないまま再稼働のボタンが押されました。福井県民のうちは、福井県民は全員賛成しているわけじゃないです。実は 70% 以上反対しています、この再稼働の問題に。そしてもう一つ重要なこと、僕38年福井県に生まれてますが、いまだに避難訓練一度も行われてないです。おかしい。だからやっぱり再稼働はおかしいと思います。ということで再稼働反対、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 再稼働反対。ありがとうございます。今日は福井県民を代表してこうやって東京で再稼働反対コールしてくれる皆さんにありがとうございます。いつで